実りの秋を迎えた房総地方。千葉県印旛郡栄町にある房総不動記の丘は、古墳が112基もあり、全国的に有名です。この隣に1年前にできたのが、体験博物館、千葉県立房総の村。江戸時代の千葉にあった商家や武家屋敷、上総地方の名主の家などが再現されています。この村では見学するだけでなく、実際に体験できるところがユニークなところ。名主の家での機織りも、先生の実演を見学した後、すぐに制作体験するお母さん。またここでは、藁細工や竹細工の体験もできるとのこと。一方、商家の中のお蕎麦屋では、地元の蕎麦屋の主人、石井さんが、手打ち蕎麦の実演の真っ最中。水を少なくして、よくこねて伸ばすのが、美味しい蕎麦の作り方と話しながら、かまどの火を使っての昔のままの雰囲気です。しかし、体験する主婦たちには、料理教室並みの調理室が用意され、4人一組で蕎麦作りを始めます。この体験教室に参加するには、準備の都合上予約が必要というのが、現場関係者の頭の痛いところ。10月からは、お菓子やお茶屋など、制作体験のできるお店が増えるので、より人気を呼びそうです。